はい、こんにちは、栃木のたけしのお嬢です。インゲンとピーマン、わらをしきます。ばあちゃんがね、中途半端になんか、植えちゃったんでね、やりづらいんですけど、まあしょうがないね。まあ自分のことしか考えないんでね。人のやりづらくなるの関係ないんで。なかなか人間こいこいくなんないと長生きできねえんだなと思ってね。つくづくうちのばあちゃんの生き方を見習いたいと思うんだけど、なかなか見習えないでしょうね。周りからの白い目が怖くて。で、後でね、わら引くとまた文句言うんだよね。何かしか言いたいんでしょうからね。困ったもんです。よっこいしょ。よっこいしょ。よいしちょっとしょ、ちょっと倒してしまいました。よいしょ。
はい、ピーマンとインゲン、わらし、敷きわらし終了です。